皆様いかがお過ごしでしょうか。今日も動画を見ていただいてどうもありがとうございます。ミニマリストリーです。今日も音声によるラジオ形式でお届けします。今日の動画では捨てたら人生変わったというお話をしたいと思います。私は以前は全く捨てられませんでした。もったいない、いつか何かに使えるかもっていう考え方に完全にとらわれていました。物を溜め込んでしまう原因はこの2つの考え方から逃れることができないから、それに尽きると思います。でもミニマリズムの考え方とか捨て活について勉強して、手放す練習をして、努力をして、考え方を変えて不要品を手放すことができるようになってから、本当に毎日が変わりました。この動画を見ている方の人生も変わっていただきたいと思います。同じ家に同じように住んでいるのに幸せ度が全然違うんです。捨て活をすることによって見えているものが全然変わってくるんです。ぜひ皆さんも今日のこの動画を見て、自分をリセットするような気持ちで取り組んでみていただきたいと思います。この動画を見れば必ずできるようになります。動画の最後では捨て活で一番大事な2点についてお話ししますので、ぜひ最後までご覧くださいね。そしてチャンネル登録、いいねボタンもよろしくお願いいたします。では捨てたら人生変わった、どんな心境の変化があったかについてお話ししたいと思います。今の自分から考えると、以前の自分って本当に物を手放せなかったな、捨てられなかったなって思います。物を手放すって実は大変ですよね。子供の頃からもったいないっていう言葉を大事にしてきて、食べ物も残さないようにしましょうとか、物を捨てるなんて罰が当たるとか教育されてきましたよね。そして日本が経済発展してバブル期を経て、物が溢れている時代になって、いつも新製品が出て、新色が出て、新しいデザインが出て、いつも何か新しいものを買っていますよね。テレビとかネットを見ると、もっと別の色を持ちましょうとか、もっと便利なものができたからこれを買いましょうって広告と PR に常にさらされている感じですよね。そして家の中が物で溢れてしまっています。そして家の中の物が多すぎて収集がつかなくなって、何かを手放さなくちゃいけないっていう状況になっても、なかなか手放す決心ができないんですよね。手放すものを選ぶときって時間もかかるし、頭も使うし、エネルギーも必要です。そして何を手放すのかを決めた後、家から出すのも結構大変です。収集日を待っている間にやっぱり手放すのをやめてしまったり、収集日を逃してしまって、なかなか不要物を家の外に出せなかったりしますよね。私は捨て活を始める前は本当にあらゆるものをすべて溜め込んでいました。今思うと几帳面さが裏目に出て、ゴミをきれいに整えてすべて家に保管していたんです。例えばレジ袋や紙袋はもちろんのこと、何かの商品が入っていたビニール袋、箱、包装紙、ジャムとかソースの空き瓶、お惣菜が入っていたプラスチックの容器なんかをきれいに洗って棚や引き出しにぎっしり並べていたんです。いつか何かに使うためにです。ジャムとかソースの空き瓶が増えすぎたので、それを入れておくための収納ボックスまで買いました。こういうものって毎日どんどん増えていくんですよね。置き場所もだんだんなくなって、床に置いたり天袋に押し込んだり、空いている引き出しにとりあえず入れたり、どこに何があるのかわからない状態でした。掃除をしたくても、床に置いてある細々としたものを動かさないと掃除が始められないから、掃除自体がすごく面倒でした。物が多いと掃除や片付けも大変です。机の上を拭きたくても、物がいろいろ置いてあるから、一旦それを脇に寄せないといけないから、
机の上を拭くことでさえ面倒でした。テーブルの上とか棚の上、サイドボードの上とか、あらゆる平面の上にこまごまとしたものがちょこちょこ置いてあるから、掃除しにくくて、いつもほこりが溜まっていて、それも嫌でした。床の上には何が入っているかわからない段ボール箱がいくつもあって、足に引っかからないように気をつけて歩いたり、口が開いている段ボールにつまずいて怪我しそうになったりしていました。ある時、もうこんな状態は嫌だ、なんとかしなくちゃと本気で考え始めました。毎日が忙しいから、とりあえず家がごちゃごちゃなのは仕方ないとか、捨てるのがもったいないからとりあえず置いておくっていう考え方がもう嫌って思ったんです。一体いつまでこんなとりあえずが続くんだろうって思ったんです。せっかく住んでいる家を自分が思い描いている理想に近づけたいって本気で思ったんです。不用品が家にたくさんあるときは気分もイライラしているときが多かったです。物が出しにくい、どこにあるかわからない、いつも探し物をしているっていうのもイライラの原因だし、全般的にネガティブな方向に考えがいってしまいがちでした。なんでこんなにすぐ散らかるんだろう、なんで自分ばかり片付けや掃除をやらなくちゃいけないんだろうっていう思いがいつもありました。ちなみにその時、ご近所や友人は家事代行サービスを使っている人も多かったんですが、なんでうちだけ家事代行サービスを使えないんだろう、お金がかかってもいいから家事代行サービスをお願いしたいって言っても、家族に反対されてもやもやした思いを抱えてもいました。また捨てるっていうことに罪悪感があったので、使っていなくても一旦買ったりいただいたら捨てるなんてとんでもないことで、ずっと持ち続けなくちゃいけないような気がしていて、何でもかんでもしまい込んでいました。捨てたくてもどうやって捨てたらいいかわからないし、調べることさえなんとなく避けていました。寄付をしたりリサイクルに出したり、そういった行動もできていませんでした。でもそんな状況がもう嫌になって、何とかしなくちゃいけないって行動を始めました。家のごちゃごちゃ、不用品、もやもやした思い、すべてを今一掃しないといけない、このままじゃいけないって突然気づいたんです。とりあえず取っておくのとりあえずはいつまで、60歳まで、70歳まで、80歳まで、もうそんなに待てない、今すぐやらなくちゃって突然思ったんです。たった一度の人生、自分が嫌だと感じている不用品の数々、ごちゃごちゃの環境に我慢し続けてはいけないって思ったんです。考え方をある時点で劇的に変えることも大切だと思います。そこから本気モードで捨て活をしていきました。それ以来、物を手放し続けて今快適な毎日を送ることができています。何も置いていない平面の上、机の上とかテーブルの上を見るだけで胸がスッとするし、何も直置きしていない床を見るだけで穏やかな気持ちになります。余計なものが何も置いていない家は、本当に見ているだけで幸せな気分になります。イライラする気持ちは全くなくなりました。自分の家の快適さは自分でコントロールできているっていう誇りというか、プライドが持てるようになりました。家はやっぱり自分の城です、っていうか自分の人生そのものです。何を置くか何を置かないかは自分で決めることができるって気づいて、自分で素敵にできるって目から鱗が落ちたような思いでした。それ以来、誰かが掃除してくれないから家が汚いとか、誰かが散らかすから家がごちゃごちゃとか、誰かのせいにすることがなくなりました。自分の家は自分の手で快適にしたいっていう気持ちが強くなりました。今は家事代行サービスの人に頼みたいっていう気は全くなくなりました。自分の家は感謝の気持ちを込めて自分で片付けたいっていう気持ちになりました。せっかく縁あって住んでいる家、家の主は自分であって、
どうしたら自分が快適に過ごせるかを全力で考えるようになったんです。不用品で家がいっぱいだった時の自分と今の自分を考えると雲泥の差です。すべてのことに対してポジティブに明るく考えられるようになったんです。捨て活を始める前はネガティブで自己憐憫というか、何に対しても悲観的な方法に考えてしまいがちでした。でも捨て活で不要なものを手放して家をすっきりさせることができたら、行動すれば変えられるって実感して自分に自信がついたっていう気がします。捨て活とか片付けに限らず、すべてのことについて、例えば何かがうまくいかなくても、はい、次これがダメならまた別のことでチャレンジって、うまくいかなかったことに心を砕いている暇がないぐらい、行動とか気持ちの切り替えが素早くなって幸福度が増えました。何を見てもありがたいって思えるようになってきたり、すごい変化が自分に現れたんです。この気持ちをこの動画を見ている皆さんにも体験してほしいです。では、私が何をどのような順番で、どのようなマインドで手放していったのかをシェアしたいと思います。私は共有部分で一番取り掛かりやすいキッチンから始めました。まずは、とりあえず取ってあるものはすべて手放しましょう。いつか何かに使えるかもしれないって取ってあるものすべてです。よく当面使えそうな分 2,3 個は残してっていう捨て活の方法もありますが、こういったものは毎日毎日増えていくので、取っておくとキリがありません。家の中のスペースをどんどん侵食していきます。すべて手放して一旦ゼロにしましょう。例えばレジ袋、輪ゴム、調味料とかジャムの空き瓶、お惣菜が入っていたプラスチックのケース、ボロボロのエコバッグ、ボロボロの保冷バッグ、使い古した鍋やフライパン、新聞紙、合う蓋のないタッパー、冷凍庫にある保冷剤、漏れる水筒、コンビニでもらったプラスチックのカトラリー、コンビニでもらった割り箸、コンビニでもらったストロー、欠けたお皿、使い古した布巾、スポンジ、切れない包丁、ナイフ、ファーストフード店でもらったケチャップ、マヨネーズ、こういったものは手放しましょう。新しいものを買ったのに、古いものも念のために取ってあるケースもあります。この場合も古いものは手放しましょう。普段の生活では使わないけど、災害時にとか、キャンプの時に持っていくかもと言って取ってあっても、普段の生活で使っていないと、持っていることさえ忘れて、キャンプの時はきっと新しいものを買って持っていくでしょう。すべて手放しましょう。こういったものはすべてゴミです。この考え方を使って、とりあえず全部取っておいてって言われた明らかな不用品は、バンバン捨てました。自分でこれ絶対いらないなぁと思ったものもバンバン捨てました。ずーっと家にあった不用品ってもうすっかり景色の一部になってしまって、そこにあることにさえ気づかなかったり、いざ捨てるとなると、これやっぱり捨てない方がいいのかなぁって一瞬迷っちゃったりします。不用品ってなぜか家にずっと居続けたがってるような気がします。なのでそんな迷いに負けないで、とりあえず取ってあるものはすべて手放しましょう。冷蔵庫は取り組みやすい場所です。いつものようにゴミ袋を片手に持って冷蔵庫をチェックしましょう。賞味期限チェックをして、過ぎたものは無条件に手放しましょう。腐っているもの、傷んでいるもの、存在さえも忘れていたものはすべてゴミ袋に捨てましょう。手放しながら、例えばウェットティッシュでもいいので、拭きながら、掃除しながら捨て活をすると、もう二度と溜め込まないぞっていう決心ができます。フリーザーも忘れないでチェックしましょう。ずっとフリーザーに入っていた謎の食材は、この際すべて手放しましょう。長期間フリーザーに入っていたものは、味が冷蔵庫味になっていて美味しくないです。冷蔵庫から不要なものがなくなると、
本当にすっきりするし、必要なものが取り出しやすくなります。冷蔵庫は一度きりではなくて、定期的に見直しをするのがベストです。食料品の収納スペースでは、賞味期限が過ぎた食材、使っていない食材、使っていない調味料、スパイス、飲まないアルコール類、飲むのを途中で諦めたサプリ、使っていないお菓子作りの材料、好きじゃないお菓子、こういったものを手放しましょう。特にいただき物はどうやって使ったらいいかわからなかったり、自分の好みではないものをいただいてしまって、捨てるのも気が引けるし、ずっと持ち続けているものって結構あると思います。これを機に手放しましょう。また買って失敗してしまった調味料、食材っていうのも手放しにくいアイテムですね。自分で買っておいて使わないなんて、罰が当たりそう、いつか使おうって思ってしまいますが、きっと使いません。これを機に手放しましょう。また食器棚とか引き出しでは、お菓子作りの道具、お弁当作りの道具、野菜や海苔やクッキーの型抜き、レシピ本や料理本、デリバリーのメニュー、ジューサー、たこ焼き器、ホットプレート、ワッフルメーカー、多すぎるカップやコップ、缶オープナー、缶切り、多すぎるお皿、多すぎるタッパー、マグネット、多すぎるしゃもじ、フライ返し、お玉、多すぎる箸、こういったものを見直して手放しましょう。子供が小さい時にはお菓子作りもしたけど、今はもうしないのであれば手放しましょう。お弁当の型抜きなんかも同様です。私もポケモンとかキティちゃんの型抜きをたくさん持っていましたが、今はもう使わないので手放しました。このような感じでキッチンは取り組みやすいし、不要品の宝庫です。キッチンの捨てかすで、まずはエンジンをかけることをおすすめします。次は床の上の直置きチェックです。床の上に直置きしてあるものは、行き場のない、住所が決まっていないアイテムです。カバンとか服が床の上に置きっぱなしになっていたら、まず所定の場所にしまいましょう。紙くずとか空きパッケージとかチラシとか、明らかなゴミが床に置いてある場合は即座に捨てましょう。また段ボール箱が床に直置きしてあったら、開けて中を確認しましょう。古いメモとか名刺とか、何の部品かわからないパーツやネジや釘、ケーブル類、使いかけのノート、ペン、置物、飾り物、いただき物の何かなんかが入っているかもしれません。これは今までなくてもずっと不自由しなかったものばかりだと思うので、もう全捨てです。すべて手放しましょう。中身が家族の人とか同居している人の私物だったら、段ボールごとその人の部屋かスペースに持って行ってもらいましょう。家の捨てかすでは、家族の個人の所有物にはタッチしないのが鉄則です。また最近買ったばかりでまだ段ボールを開けていない場合は、開封して中身を取り出して、すぐに段ボール箱を畳んでリサイクルに出す用意をしてください。そして資源ごみの回収日には家からすぐに出してください。とにかくまずは床の上の直置きをすべてなくすっていうのを目標にしてみましょう。廊下や階段も同様です。床をリセットすれば、かなり家がすっきりすると思います。直置きがなくなった後で掃除機をかけたり、床を磨いたりすると、達成感を感じることができます。床の制覇が捨て活の基本です。捨て活の始まりです。床は重要です。床が見えていればいるほど、床面積が広がれば広がるほど、心がスッとしますよ。私は床からすべての段ボールを排除して、床全体に掃除機をかけているときに、もう勝利したと確信しました。次はテーブルとか机の上の平面です。平面に何かを置くのが当たり前になっているなら、その考え方は変える必要があります。
平面には物を置いてはいけないんです。腸腰器のつもりが定住してしまって、そこが正式な置き場になってしまうっていうことはよくあることです。新聞、ペン、爪切り、ハンドクリーム、飲み薬、こういったものが常に平面上にあるなら、定位置を決めてあげて、使い終わったらすぐにしまうっていうのを習慣化する必要があります。テーブルの上にお菓子の空き袋、ペットボトル、レシート、 DM といった明らかな不要品がある場合もすぐに手放しましょう。テーブルとか机の上の平面に何も置いていないと、家の見え方が格段に違ってきます。パッと見綺麗に見えます。床と平面をクリアしたら、モチベーションもぐっとアップして、あとは捨てかすが楽しくなるばかりです。頑張りましょう。リビングも捨てかすしやすいスペースです。使っているものを手放す必要はありませんが、使っていないもの、余分にあるもの、埃をかぶっているもの、好きじゃないもの、こういったものを基準に選んでいくと、スムーズに手放すことができると思います。例えば、多すぎるクッション、多すぎるブランケット、使っていない間接照明、空っぽになったルームフレグランス、そんなに気に入っていない置物、埃がかぶっている飾り物、見ていない DVD、 聞いていない CD、 枯れた観葉植物、使っていないリモコン、古い雑誌、読みかけの本、新聞、パンフレット、使っていないボードゲームやトランプ、こういったものは手放しましょう。リビングで判断に困ってしまうものはいただきものですね。いただいたもので趣味が合わないけど、捨てるのも気が引けて、なんとなく飾ってあるものもあるかと思います。これを機に手放しましょう。浴室とか洗面所も捨て活しやすい場所です。使いかけのボディーソープのボトルがいっぱいあったり、空ボトルがたくさんあるなら、すべて手放しましょう。古いボディケア用品とか、古い日焼け止めも手放しましょう。大抵の場合は、開封してから6ヶ月とか12ヶ月とか、使用期限は意外と短いものです。古い化粧品も酸化しているので、お肌に良くないです。手放しましょう。また、家族の人数以上の歯ブラシがあったら、古いものは捨てましょう。使っていないカミソリ、使っていない櫛、ブラシ、化粧品やボディケア製品の試供品、多すぎるメイク道具、こういったものは手放しましょう。水回りは物をなるべく置かないのが鉄則です。タオル置き場がパンパンになっていたら、新しいタオルだけ残して、古いタオルは掃除に再利用しましょう。せっかくいい気分でお風呂に入ったのに、ゴワゴワでザラザラのタオルに包まれるのは気分が良くないですよね。新しくてふわふわのタオルだけを使っていきましょう。古いタオルの再利用方法については別動画を用意しているので、ぜひ参考にしてくださいね。古いタオルを手で裂いて雑巾を作れば糸くずも出ないし、タオルを裂く時の爽快感はなかなかの気持ちよさです。その方法について詳しくはタオルの動画で説明しているので、ぜひ見てみてくださいね。クローゼットはほぼ自分のものだけなので、自分の判断で手放しやすいし、服やカバンは手放せば手放すほど容量も減って、いくつ手放したかが見えやすくて捨て活のしがいがあります。でもどの服を残してどの服を手放すかはなかなか決められなくて悩ましくもありますよね。劣化したもの、サイズが合わないものから手放していくっていう方法もありますが、判断に悩むジャケットとかコートとか大物には手を出さないで、簡単に判断できるものから始めることをお勧めします。例えば伸びた下着、伸びた靴下、伸びた水着、片方しかない靴下、片方しかない手袋、伝染したストッキング、ヨレヨレのパジャマ、こういった明らかにゴミだし値段も高くないものから手放していくと、捨て活に勢いがついて服の捨て活にもエンジンがかかります。
靴下やストッキングの再利用方法についても別動画を用意しているので、ぜひ参考にしてくださいね。玄関は家で一番大事な場所なんですが、不要なものがたまりやすい場所でもあります。玄関には靴を出しっぱなしにしないが鉄則です。靴箱がパンパンになっているなら、古い靴、履いていない靴、壊れた靴、劣化した靴は手放しましょう。靴クリームとか靴ブラシなんかのシューケアグッズも、古いもの、大量にあるものは手放しましょう。靴クリームが劣化して分離していることもあります。大量の傘も手放しましょう。靴箱の上の飾り物も、観葉植物とか玄関をいい香りにしておくためのアロマやキャンドル以外は置かないようにしましょう。ゴミ出しするためのゴミの一時置き場にしないようにして、段ボールとか新聞を回収に出すためのストック場所にするのもやめましょう。自転車とかゴルフバッグ、レジャー用品の置き場所にするのもやめましょう。玄関は家の顔です。自分の顔をメイクするときくらいの気持ちで綺麗に整えてあげましょう。また仕事場は捨て活候補の宝庫です。これを使うときは二度とないだろうなっていう予感がするものはすべて手放しましょう。例えば製品の空き箱、段ボール箱、レシートや領収書、 DM、 広告、古い手紙、古い年賀はがきや暑中見舞い、古い名刺、クーポン、メンバーズカード、ポイントカード、多すぎる文房具、固まった接着剤、インクが切れたペン、大量のバインダー、クリアファイル、使いかけのノート、多すぎるクリップ、製品マニュアル、昔使っていたスマホ、昔使っていたスマホのケース、昔使っていた PC 機器のドライバーが入ったディスク、古い請求書、古い周辺機器、多すぎる USB メモリ、古い音楽プレイヤー、古いケーブル類、古いイヤホン、度が合っていない古いメガネ、多すぎる電卓、大量のシール、古い南京錠、用途が不明な工具、多すぎるドライバー、多すぎるペンチ、こういったものは大抵は即捨てです。例えば経理で経費申請するために必要な領収書とか、本当に必要なもの以外は手放しましょう。ここで注意点なんですが、捨て活はエンジンがかかってくると楽しいものでもあるし、日常のルーチンとなってきますが、ともすると捨て活マニアになってしまって、常に捨てるものを探してしまう状況にもなり得ます。そこで捨て活をしていく上で気をつけることがあります。それは1、家族のそれぞれの私物は触らない。2、思い出の品には慎重に取り組むということです。家族のそれぞれの私物は、共有スペースからはどかしてもらって、各自の部屋やスペースに移動してもらいましょう。それをどうするかは各自の判断に任せましょう。また思い出の品はむやみに手放してしまうと後々後悔する可能性もあります。例えば卒業アルバムや写真は再度見ることはないから全て手放しましたというミニマリストの方もいらっしゃいますが、全員にそれが当てはまるものではないと思います。思い出の品の捨て活は慎重に行うことをお勧めします。さて今日は捨てたら人生変わったというお話をしてきましたが、いかがでしたでしょうか。今回の動画をぜひ参考にしていただければと思います。そしてこの動画の内容がためになった、他の動画もまた見てみたいと思ったら、ぜひチャンネル登録してくださいね。皆様の捨て活に関する悩みについて、ぜひ概要欄にコメントを書いて教えてくださいね。このチャンネルでは捨て活に関する動画をいろいろ発信しています。なかなか手放せない、捨て活が始められないっていう方は、ぜひこのチャンネルの他の動画も見てモチベーションをアップしてくださいね。
最後までご視聴いただき、どうもありがとうございました。